こんにちは。お元気でいらっしゃいますか？臨床心理士、公認心理士、そして現役の学校教員の宝塚ラボ子です。今日は心的外傷としての児童虐待というテーマでお話ししていきたいと思います。私が日々出会う生徒の中にも壮絶な過去を背負って今ここにいるという子どもたちがいます。そんな彼らのためにも児童虐待とか心的外傷について社会に広く啓蒙できればと思って今日は語っていきたいと思います。今でこそ社会的に広く知られるようになった児童虐待ですが、実は残念ながらまだ多くの子どもが家族の折檻によって命を落としています。児童虐待には4つあります。幼生虐待に分類される身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、そして陰性虐待に分類されるネグレクト、いわゆる無視とか養育放棄というのがあります。幼生虐待の方は見てわかるのでまだ手立てが打ちやすいのですが、ネグレクトの方は周りから目を向けてもらいにくいことから静かに長く進行して子どもの心を蝕みます。非行少年の生育歴とか問題を多発する生徒の生育歴を取っていきますと、このネグレクトを体験していることがとても多くてびっくりします。また多重人格、いわゆる解離性同一性障害の患者は多くのケースで幼少期に実父、自分の父親による性的虐待を受けているという事実も多く見られます。マイケル・ジャクソンも幼少期の父親から虐待をされていたと告白しています。彼の気功の目は無知で叩かれていた幼少期にあるような気もします。児童性愛もネバーランドももしかすると失われた子供時代を必死でやり直そうとしているマイケル・ジャクソンの心の叫びだったような気がしてなりません。さて、心的外傷としての児童虐待は非常に複雑な病状をとります。なぜならば被害者はたった一人の密室で被害を受けて、幼少期を含んで非常に長期にわたって繰り返し繰り返し被害を受けます。その上、加害者は自分を守るべき養育者であるわけですから、この内的混乱は想像を絶するものがあります。孤立感が非常に強く、解離性症状を訴え基本的な信頼感が育たず絶望感に苛まれるといった訴えは、これらの背景を考えた場合見事につながっていきます。特に発覚しにくいのが性的な虐待です。性的虐待の場合は誰もがしていること、お前が可愛いからお前がいけないんだ、お前も共犯者だ、誰にも話してはいけないといった矛盾に満ちたメッセージがいつしか一つに統合され、誰もがしていることだけど誰にも話してはいけないという相反するメッセージは一つに統合されてしまって、なかなか問題が発覚しないというパターンを取ります。ではどんな子どもが虐待を受けている子ども、非虐待児なのでしょうか？見分ける方法はあるのでしょうか？多くの場合、自分の辛さを他人に話さないのが非虐待児の特徴です。ですからおとなしい生徒、おとなしい子どもが多いように思います。これは積み重ねられた虐待の経験が自分から言ってはいけない気分にさせているのではないかと思います。子どもたちは自分からは言ってこないですが、小学校低学年の先生や保育園、幼稚園の先生ならばよく観察していると虐待の可能性がわかると思います。そのチャンスは着替えの時です。服の下に傷があるとか、古い傷と新しい傷が混ざっているのようなものをもし発見すれば、これは高い可能性で虐待を疑ってみても構わないと思います。自分からは言えないし、自分からは言ってこない彼らですから、先生の気づきというのが非常に大きな鍵になるように思います。では高学年とか思春期に関してはどうでしょうか？この虐待、特に性的虐待のようなデリケートな問題に関しては、学校というフィールド、教室というフィールドでの一対一の対応は彼らを傷つけます。だからむしろ授業とかホームルームなどで
虐待のことを取り上げるということが非常に大きな力になると思っています。つまり、個人を限定しないで全体に話しかける授業という形態です。これならば誰も傷つけません。あ、私だけではないんだという気づき。この気づきはどれほど勇気を与えてくれるでしょう。もし彼らの方から求めてきてくれたら、その時は喜んで動きたいと思います。親が機能不全に陥っている子供に対して、周りの大人や周りの先生の役割っていうのは非常に大きいと思います。本人に代わって、当事者に代わって、その子の権利を主張することで、どれほど子供たちは救われるでしょうか。あ、私だけではないんだっていう気づきを与えられる場っていうのは、学校や教室が最適だと思います。今日は心的外傷としての児童虐待のお話をしました。皆様からのコメントやご意見お待ちしております。皆様と一緒に考えていけたらと思っております。長い時間お聞きくださりありがとうございました。それではごきげんよう。さようなら。